この講演会は青山の結婚相談所マリーミーの植草美幸代表がモテ理論の出版記念で開きました。よいしょすいません、僕も大好きなんですよ。あ、もうそろそろ行かなきゃ。あの、よかったらいい機会なんで、これ僕の LINE なんで、よければ LINE スタンプいただけ。この日はカフェでの出会いのデモンストレーションが行われた後、石田さんが男性がモテるためのアドバイスを送りました。次、ショッピング行くんですよ。なんで見た目がとっても大事ってことですよね。見た目で判断されちゃうのこれしょうがないんですよ。第一印象がとっても大事ってことです。 55% ですね。仕事が見えないんですね。で、女性はやっぱりこういうヒールを履いてます。